こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、めちゃかっこいいくて今最近流行ってる曲ですね、クライベイベーの、ドラムの叩き方の解説だけ先してしまいたいと思います。まあ、今からレコーディングをするんですけどね、今練習ちょっとしてたので、譜面書いてセッティングがあってちょっと苦手なところを、ちょっと練習してました。一番最初のここは、まあこれは僕もクラシックをちょいちょいやるので、ボレロですね。これまあ、オルタネットで行く人も多いんですけど、僕は結構ズルしちゃって。このね、ここね、ここですね。タン、タカタ、タカタ、タンっていうのは、もうタタタを全部右右左でやっちゃうと、ずっと逆転しないので。こういう風にね、ずっとやっていって、で、最後だけ6連符になるので、ここだけやっておけば。こんな感じでうまくできるかなと。リズムパターンはですね、基本ここに対してここでつどつどどんでこうアプローチしたりとか、してますが、ここねつどどんでアプローチしてるけど、まああんまり、気にしなくていいと思います。で、問題はここですね。さっきからちょっと練習してましたが、どんどんたとたたたた、これはここがターゲットノートって考えるので、この足はこのその後の足はどっちでもいいです。この後の足はどっちでもいいです。なので、どんどんパッタタ跳ねるので、どんどんパッとタタタタという意味ですね。ということですね。はい。で、B メロは。で、フィルインがこれ何回も使ってるんですが、スネアとスネアを足で挟み込んで、でこうやってる、うんたたかたうんたたかたってやってる場合と、ま、最初の1回目だけやってるのでという感じのイメージで叩いてもらえばいけるかなと思います。あとはもう、あとは2回目の絵がちょっとややこしいことを、ここ決めをやってるので、ここだけ気をつけていただければいいかな。あとハーフのとこですね、これはちょっと難しいですね。ここをちょっと練習していただければいいかな。あとはまあ繰り返しだけなので、最後だけ32分だいたい6連でやってるの、最後だけ32取ってあるって感じですね。そこ以外は、多分、パッパッとできるんではないかなと思いますが、この跳ねたビートね、この足のダブル、ここをうまくできると思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。